はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。楽園実況チャンネルへようこそ。楽園デッキ製造工場長の龍です。さあ本日なんですが、結構コメント欄でね、多くいただいておりました。捕食デスピア楽園デッキ、作ってきたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。楽園融合っていうね、カードはまあ何でも相性いいっていうのはもうなんかこんだけ動画出してれば分かってくださってるかなと思うんですが、皆さんもね。捕食植物っていうね、テーマとも相性良くて、これ闇属性のテーマなんで、しかも、融合をサーチする、まあ、ギミックが、デッキの中に入ってまして、まあ、これのオフリススコーピオとか、それから、まあ、ローファイアブロストも使って、キンジローとか出してくると、キンジとか、オフリスとかで、まあ、超融合をサーチしたり、楽園融合をサーチしたり、それから、まあ、キンジの効果で、そのアルビオン巻き込んで融合したりとか、いう動きができるんで、まあ、結構相性がいいんですよ。で、まあ、もちろん楽融合、1枚から動けるようになってるから、楽融合自体が。まあ、なので、メラジェイドとドラゴスタペリアとかそういうのはできるんだけど、全然。基本的に、捕食植物と、やっぱり混ぜる、メリットは、基本的にはやっぱりその金次郎が、いること。まずね、こいつで、アルビオンとかを融合スターにして融合して、ドラゴンスタペリア出して、で、断罪も構えることができるっていう点ですね。それから、まあ、オフリススコーピオが入るんで、オフリスダーリングするとやっぱ超融合がさせできるっていう点、まあ、これかな。やっぱりね、超融合、楽園環境において超融合ってめっちゃ強くて、相手のモンスターを吸って融合できますし、相手のも、その、出してきたエースモンスターをすっとミラジェード出せるんで、これめっちゃ強いんですよ。ミラジェードじゃなくても別にいいけどさ。これのモンスターを出すために、やっぱ、このカードがすごい強いから、まあ、これがサーチできるっていうのはかなり強いですね。まあ、ちょっと、ダーリンコブラがね、デッキの、ね、眠ってないといけないから、まあ、ちょっと自己要因ではあるからさ、この辺が2枚とか入れると。なんだけども、まあ、今回は、なるべくコンパクトにしながら、楽園のムーブを主にしつつ、デスピアと、それから、捕食植物のギミックも、入れたみたいな。まあ、楽園メインのデッキになってますね。まあ、もうちょっと捕食植物に寄せたりとかしてもいいと思うし、プレデタープラクティスとか、それからプレデタープランニングとかね、結構強い、プレデターカードって結構多いんですよ。あの辺も別に入れてもいいと思うけどね。まあ、ちょっと、自己要因になることもあるんで、こういうカードとかね、あとこういうカードとかは、強いけど、まあ、ちょっと捕食植物引いてないといけないんで、まあ、若干の自己要因になるかなと思って、俺は、捕食植物はまあなるべく少なくして、まあ楽園で動いていきつつ、捕食でサポートするみたいなイメージで組んでいます。で、捕食植物とはいえね、みんなこれはまあ多分使ってると思うんだけど、まあこのデッキは結構、出していくのはこのキメラフレシアとか、あとそれからこのトリフィオベルトゥムっていうモンスターね。まあこの辺の、プレデタープランツモンスターが、まあ結構出しやすくなってるんで、まあサンデーケンジーとかね、あの辺の効果使ったりとか。それか超越融合の効果使ったりとかして、まあ出しやすくなってるんで、まあこの辺をちょっと今日は、なるべく活躍させる、デュエルができればいいな、というふうに思っております。早速ね、捕食、楽園、デッキ、使っていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、復活のプレタープランツデッキやっていきましょう、皆さんね。プレタープランツデッキね、僕、なんだっけ、結構好きで、割とその楽園融合来る前から結構使ってたんですけども、今回のこの楽園融合によってね、かなり強化されてるんで、まあ、楽園融合が強いって話あるけど、まあ、一旦これは楽園融合から打ちましょうか。まあ、ローファイアブロッサムからいってもいいけど、まあ最悪、ちょっと難しいな、これ。こっちから行くの、これで裏がチェックするか。で、ローファイアブロッサム効果。で、こうして、あ、なそうですね。なるほど。何もなさそうな感じする。なるほど。何もないとなるとちょっと選択肢増えるんだけど、これどうしようかな。断罪セットしに行くのが強いかな。これ金次郎でいきますか。とりあえず金次郎出していく。で楽園融合か。これ結構いろいろ今選択肢あってさ、普通にオフリスダーリングしてもいいんですよ。別にオフリスダーリングして超融合構えに行くみたいなね、普通に強い動きもありますし、ちょっと今回は断罪を構えに行く、ちょっとムーブでいこうと思います。はい。で、まずアルビオンを出して、でアルビオン効果チェーン1、ロマリン効果チェーン2でいきましょう。こうするとね、本当無駄なくて、ロマリン効果でエクストラデッキから植物族レベル5以下のね、モンスターを墓地送れるんだけども、これで、ローズメイデンを墓地送っとくと、このローズメイデンをね、後で融合スターにできるんですよね。なんかその墓地に送ってアドバンテージを稼ぐパターンと、あとそれからこのその除外ゾーンとかを活用して融合していく、この2パターンがありまして、展開ね、楽園は。
まあ、ちょっと今回はこのルベリオンの、効果で除外したアルバスとローズメイデン組んで融合召喚をしていくことにしましょう。さあこれで最強のミラジードを爆弾させていく。うわーバチコーンで、サンデー金次郎の効果発動。金次郎君とアルビオンで融合召喚。現れろドラゴスタベリア。これでねアルビオンがね墓地に行ってあのルベリオンが場に残ってるんで断罪してた時ですよ。これちょっと強いでしょ。でドロソフィルムヒドラは正直どうでもよくて、でこれであ違うドロソフィルムヒドラであの相手のプレデターカウンター置いたモンスターリリースに出すということもできますんでね。はい、でここで断罪セットしてこれで特殊召喚を、無効にしていくスタイル。レベリオンコストにできるんで今、まあ、ミラジードもできますけど、まあ、ミラジード1体しょった時で特殊召喚1回無効にできますし、ドラゴストペリアで効果無効にできますから、まあ、一応三妨害は構えられてるかなっていう感じですね。でミラジードで、次の後続を確保することもできるとアルビオンを送れば、はい、で旅路発動で OK。 あのね、アラメシアの儀はね一回スルーしてグリフォンライダーの、まあ、着地買ってもいいし、うんとミラージェイドで勇者トークンをぶっかましてもいいね、まあ、どっちでもいいわ、どっちもやってもいいけど、まあ、これいくつか選択肢あって、グリフォンライダー毎回任せてるのめんどくさいからグリフォンライダーしょってもいいし、ミラージェイドで一応勇者トークンもしょってもいいかなっていう気がします。はい、でまあそれどうぞ、全然どうぞ。でグリフォンライダーサーチどうぞ、でドラコバック捨ててどうぞ。でドラッグバック装備効果はさすがにこれ許す と、意味わかんないこと起きるからこれミラジエイトで除外していく。でアルビオンで相手の勇者トークンしょってドラゴバックでバウンスされるだけは回避する。これあるとねミラジエイト君の効果が増えなかったりね、ドラゴスタペリアが無力化されたりするんでね。でドラゴバックっていうカードめちゃくちゃ強いんだよね。でグリフォンライダーはいいや、出させても、まあ、勇者トークンなかったらただの壁なんでこれは別にどうでもいい。はいどうぞ。でミラジエイトで勇者トークもしょんないといけないからね、これでこうして、でドラゴバックは装備できない、でハンド4枚と、まあ、一応まだ2防が残ってるんでね。レッドローズバロネス来るんじゃねあれこれバロネスくん来るな、バロネスくん来るの厳しいな、これちょっと待ってくれあーこれ断罪打つタイミングねえな。ちょっと待ってください、断罪レッドローズの効果、まあ、それは別にいいか、結局別にいいや。ちょっとなんか断罪打つとこねえや、別に断罪打つとこねえ。あのここで打ったらよかったのかな。でもルベリオンは壁になるじゃん一応。はい、ちょっとあんまりプレイング分かりまくなってきました。ベーサルローズシュート、これテイローズ俺使ったことないんだけどさ、これってさ、これでまたあれかハリファイバーからかくんのか。あのカウンタートラップだから断罪は、あのバロネス破壊される、ちょっとむずくねこれあれこれ断罪殺菌とか言ったらよかった、やべえこれ完全に断罪のなんかあのちょっと一応置いとくか、一応ここ置いといて、でこれ置いとくとドロソフィルムヒドラでねリリースして出しに行くことできるんで、ね、あ無効にされるから OK だろう、まあ、ここで無効を使っていただけたということですね。なるほどですね。ただあの断罪が完全に腐ってますね、こうなってくると。まあ、ただ守備力3000の壁は意外とでかかったが、断罪破壊されてでバロネス君でぶん殴られていく。あでもそれぶん殴ってくれるんだ一応。なるほど、この全部っぽ入ってもいいってことか。じゃあなるほど、これ融合召喚してるんでミラジェイド君の効果発動して、で相手のフィールド上のカードを全部っぽするという効果が発動する。これはバロネスでは無効にできない、破壊もない。なるほど、で断罪破壊される。いや意味なかった断罪、これマジで意味ねえこの断罪いやせっかく構えたんですけどちょっとタイミングの打ちどころ下手くそすぎましたね。これ多分なんかローズドラゴンかなんかに断罪打つのが一番正解だったのかな。一応盤面全部なくなるけどね、そうなると。まあでも言うて向こうにはできてたからこの展開はなかったかもしれないな。出たーハリファイバー来た、禁止カード、禁止カード来て。えでもこっからそんなヤバいこと起きないでしょ、破壊耐性とか付与できるもんさいいんだこっから。一応あなんかデスペギアが出てくるのこれ、ハリファイバーとあラドン、なるほど。これどんでもどんだけ展開したところでさ結局さ
エンドフェーズ全部っぽは確定してるんだよね。なんかその全部のモンスターに破壊耐性を付与するみたいなモンスターがいるんだったらそれはそれでまた別なんだけど、まあ、どんだけラドンとかしたところで結局エンドフェーズブッパーは決まっている。さあラドン効果発動、原石モンスター特殊召喚するのはいいわ。え、こっからさ、なんかさ、そのエンドフェーズのさ、そのミラジードをなんかその回避しながらなんか向こうを立てれるとかいう展開ってあったっけ。天意破壊されたらなんか出てくるみたいなモンスターいるけどね、暴天荒とかガイザーとか。暴天荒は来るよな。で暴天荒効果、あ、9しかなんか構えるってこと。これで9しか構えか、なるほど。これあれだな、要するに流星を残して9し構えるやつやん、これ。そういうやつか、なるほど、うまいな。だとすると一応暴天荒が破壊されると、ああそういうことね、 OKOKOK いいだろう。一応あれはカウンタートラップで流星いれば打てるから、暴天荒効果でレベルを操作していくスタイルってことは、一回なんか何らかの無効は入るな、何らかのカードの無効は入る。でビシダ効果、あーでルベリを戻していただける、ありがとうございます。 OK です OK です。でモンスター場面全部しょって、で暴天荒か、まあ、まだ行く、あ、昌栄かこれ、あ、うまい、破壊耐性あるわあいつ。なるほど、めんどくせえ盤面になってきたぜ。やるじゃねえか、なるほどな、なかなかいい盤面じゃねえか。でセフィラシューゴも出てくると、なるほど。たら昌栄が知りますよねこれね、破壊耐性ないですから。あ、でセフィラシューゴ破壊されるとあのサーチ入るわ確か。セフィラカードセット、いいだろう、いいだろう、いや強い、さすが天意ローズ勇者。ちょっと触ったことないですけど、このデッキ結構やっぱやりますね。なかなかこのエンドフェーズミラジードの効果をこうやって止めてくる、こうやって止めてくるっていうか、こうやってそのなんだろう、ケアしてくるのはなかなかうまいな。でですね、まあ、とりあえずアルビオンの効果で楽園融合あるのか、じゃあ赤の楽園だな、赤の楽園セットしないで、ミラジード効果全部っぱされるよ。でミラジード効果、全部される効果に翔英くんの効果で一応耐えて、フィールドのカードがないから墓地のカードも除外できないということで、翔英くんのみ残る。でセフィラ集合が破壊されるとセフィラカード、あ、なかったっけその方が。とりあえずですね、何を引くかによるんですけども、何引きます僕。僕は何を引く、あ、ロンファ悪くないな。とりあえず挨拶しに行くか、まず挨拶行って楽園融合ぶちかましていく。で楽園融合効果通るか通らないかの問題が発生して、でセフィラの進撃がやばいすぎるカード来た。自分のエクストラデッキからセフィラモンスターを除外すると発動無効にして破壊する、強え。でも発動無効か、発動無効であれば、発動無効であるならば発動無効にして破壊する、なるほど。ということは断罪の効果を発動して除外して楽園融合を回収してもう一回打つということができますね。まあ一応発動無効だと一応もう一回打てるんで、これ無効にされたら怒るよ。オッケーオッケーオッケーよし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 、通る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 仲間の通るで、アルバスの楽園とここでこうしてアルビオンダースやつで、アルビオンじゃない、ルベリオンで、ルベリオンダースやつで、ルベリオン効果、いやでもこれ赤の楽園持っといた方がいいですね。これ一応エフェクトベイラーとか、あ、間違えた、無限雇用って言われた時に一応ケアできるんで、まあ、これこうですね、まあ、ローファー引きましたけど結局意味なかったっすわ、コストにしかならなかった。でデスピアン効果、デスピアモンスター1枚お手札に加えることができる、無限雇用でもない、なるほど。破壊あれかもないのかな、これ。そうなってくるとちょっと話変わってくるんだが、うーん、難しいですね。これ結構いろいろ選択肢はありますが、まあ、とりあえずミラジェット出しにいきますか。翔英くんがもうどう考えてもやばいので、まあ、翔英くんの、除外だけは通さないといけないですね、これね。さあ、まずはミラジェードをぶち込んでいく。OK! 高橋テルヒデにはどうでもらうしかねえな。ミラジェードの効果を発動。ミラジェードの効果によってアルビオンを墓地に送り、相手のモンスター1体を選んで、除外することができる。暗転蒼天、これ赤の楽園じゃね、じゃあ
チェーン赤の楽園では一回赤の楽園ぶち込んでいく。で墓地のデスピアンを回収しながら、これはアドリピティム巻き込みの方が強そうですね。さあ赤の楽園の方が発動、デスピアンとこれは高位通貨、でこれとこれとこれを巻き込んで、で案件争点が双剣案件だっけが対象を取ってくれてありがたいですね。対象を取っていただけるとありがたい、非常に。で照英の効果で一応破壊は耐えていくと、が結局除外されるからあいつのなんか選んで除外効果は通らない。でミラジェイド効果で相手の、フィールド上のカードを1枚除外していく。はい。でガーディアンキャメラ効果チェーン1で、アドビズム効果チェーン2で発動。対象とするのは除外ゾーンのミラジェイド。さあ蘇るミラジェイド。さあこれによって2枚破壊1枚ドロープラス、また選んで除外マンが復活したぜ。このミラージェイドはさっきのミラージェイドとは違う、つまり効果は有効になっている。さあガーディアンキマイラの効果によって相手のフィードのカードを2枚破壊し、バゴーンツードロスフィードもいらない。バトルフェイズだ。で赤の楽園出したから、ガーディアンキマイラは殴れないんですが、3000ダメージはでかいでしょう、非常に。そして一応ミラージェイド君の効果が残っていると、でアルビオンの効果でまたエンドフェーズになんかサーチできるという効果も残っている。いやこれさすがに強いだろ。でメイン2入る。でセットしてエンド効果、楽園セットできますよと。でこれで赤の楽園まだあったよな。オッケー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 、さすがに強いでしょ、これさすがに強いでしょ。回収カードあるよね。回収カードないんか。回収カードないのか。回収カードなし。なるほど。じゃあ楽園開幕セットしてデスピアンコストにしたらいいや。はい、これ完璧ですね。完璧ムーブと言っていいでしょう。これでデスピアン切りながら楽園開幕でアルベル、特殊召喚して、でこれ破壊耐性も付与しといて、でここでデスピアン送ってアルベル特殊で、アルベル効果楽園、サーチで、デスピアン効果でドラマトゥルギアサーチかな。でチェーン1アルベル、チェーン2デスピアン効果、これで破壊耐性不要&赤の楽園、楽園融合か赤の楽園サーチ&ドラマトゥルギアサーチ、これアルベルでいいか。これ次の後続だからこれアルベルでいいわ。まあ、最悪ね、赤の楽園が持ってこないっていうことがありますからね。ここでなんか無限効力と言われてね。はい、オッケー、これでいい。さあかかってこい。ちなみにミラージェイドの一応一妨害しかない、今は盤面には一応あれがあるけど、墓穴、タイヤ召喚剣使った、タイヤ召喚剣使った。いやもうここ除外だろ。ミラージェイド効果で、あもうルベリオンしかないルベリオンしかねえ、ルベリオンしかねえぜ。ほんでだ、破壊対戦ある手札1枚。いやこれきついでしょ、相手も結構もう。さあどうする、サレンダーするか。オライオン召喚何こっからもしかしてあれか、アナコンダ的なやつバトル。なるほど、ああそれはいいですよ、それは OK です、 OK です、 OK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 。一応、アルミラージアナコンダとかされようとしても、一応アナコンダ間違えた、オライオンも破壊できるんで、2体並ぶことないですね、モンスターが。よーし、危ない。よく頑張った、お前ら。いけ、ミラシード。ダイレクトアタック。うわー、最強ー。あー、悪くはないが、何もないので、相手の展開次第ですね。悪くはないですが、まあ、言うて楽園開幕デスピアンとかが入れるし、まあ、デスピアンの効果も起動できるから、まあ、割と悪くはない気がするけど。増援、はい、どうぞ。ティアースケール、どうぞ。世界が終わりそうな展開力がありますよ、このデッキは。まずいですよ、非常にまずいことが起きてますね。さあ、ティアースケール効果、アルティメットソリティアが始まるか。おっと、フォックブレード捨てて、ラスティですか。
幻影くんはハリーファイバー別で使わなくても展開できるからそんなにあれですね、あの影響を受けないですね、環境の。なんなら別になんか他の敵弱くなったらあの逆に強化みたいなとこあるよね、もはや。で、ダスティー、OK。ダスティー、ティアスケ、リンク召喚、ケルピーニーまで OK。はい、OK。はい、OK。OK。とりあえず展開は見守るスタイルでいきましょう。何もないんで。とりあえずデスフェに切り剣ムーブまでは、行ってるスタイルかな。ディナイアルダッシュてか手札からめちゃくちゃ融合さえいったら弱いな。なるほど、はい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 。でまあ十分でもまあ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 みたいな感じか。でデスフェニ効果でアナコンダをぶっ破していくスタイルで、デスフェニ効果発動して、これ墓穴恨みだけどいいのかな、これ墓穴引け、墓穴引け、まあいいや。墓穴は引きませんでしたので、とりあえず楽園開幕発動しましょう。楽園開幕の効果を使って、捨てるのはとりあえずデスピアンで、デスピアンからのアルベルで、アルベル特殊召喚成功時効果発動チェーン1で、チェーン2、デスピアン効果で、何らかのカードを持ってこれるよという効果に、何か打ちますか。まあ切り剣打つとしたらここかもしれないね。まあアルベル、アルビオンかルベリオンに打ってもいいけど、まあどっちでもまああんま変わんねえから、赤も楽にさせないから。でですね、デッキから手札に加えるのはとりあえずアドリビディムでよくて、アドリビディムでいいですね、アドリビディムでよくて、で、サーチ入れるのは赤の楽園かな。とりあえずここまで様式日あの癖なんだろう。まあとりあえずでも切り剣は1枚あるんだよ絶対に。キルギーはでもどっか打ってくるからミラージェイド着地まで待つのかな、あの人。デスペニが飛んできた、オッケー。デスペニ飛んできた、デスペニめんどくせえな、選んで破壊あれ除外してえな、なんとかなんとかミラージェイドの効果を通しに行きたい。さあ、楽園融合を発動、楽園融合の効果によって、デッキから、素材を墓地なくて融合召喚を行うことができる。これによって楽園竜アルビオンを融合召喚にすると、あ、でもあれか、アルビオンだとあれか、戻せねえか、誰かこれ、待てよ、墓だった場合、墓だった場合のこと考えて、これルベリオンで、ルベリオンの方がいいか、一応ルベリオン打ちかました方がいいね。これ墓穴で一応アルバスを除外されるっていう展開はなきにしもあらずだから、一応ルベリオンで、まあ、除外系のカードもケアして、で多分切り剣打ってくると思うんだよな、切り剣打ってくると思うんですけども、まあ、とりあえず抹殺もいらねえや、抹殺いらねえからこれちょっと切って、でも切り剣打ってくる、でここにチェーンして赤の楽園打って、回収、ここに墓穴はうますぎるけどね、相手だとしたら、もし持ってる墓穴、とりあえずアルバスの楽園回収したんだけど、なんかある。さあ通れ、墓穴やめろ、墓穴やめろ。あ、オッケー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 、墓穴ない。で、赤の楽園でアルバス回収して、で、アルバスと、ルベリオンでミラジード。やっぱあれですよね、多分なんかアルベルに打った方がいいんでしょうね。こう考えると、キリケンとか無限保養っていうのは。楽園融合で、なんかその、赤の楽園とか持ってこられちゃうと、楽園融合、赤の楽園でなんかこういう、無限保養とかエフェクトベラケアされちゃうから、まあ、喜劇落としたりとかできるしね。結局、アルバスに打っ、あ、アルバスじゃない、アルベルに打った方がいいんだろうな。これ。これミラジードじゃなくてさ、普通にガーディアンキマラでぶっ走るのあるね。全然キマラ行こうぜ。これとこれと、これでこれ融合召喚して、はい、でキマラぶっ放して、でキマラチェーン1、チェーン2、アドリビディムのパターン。とりあえずここはミラジード確定、ルベリオンとアルバスを戻してミラジェイド爆誕させていく、行けミラジェイド。そしてキマイラ効果、さあどうする、さあどうする、打つか、キマイラでなんかお前のカードを破壊するぞ。あ、キリケン2枚目、なるほど、
キリケン2枚目。さっき捨てたが3枚目か俺。キリケン3枚目。ぶっかまされていく。なるほど。なるほどですね。なるほど。まだ僕は、召喚権を残していますよ。これいきますか。これありますね、これ。これオフリススコーピオ召喚ですね。で、効果発動。でオフリス効果でハンドを1枚切ると、プレデター、プランツーモンスター1体を特殊召喚できる。これによってダーリンコブラを特殊召喚。はい。で、特殊召喚成功時効果発動。融合、またはフュージョンを手札に加えることができる。これによって、超融合を手札に加えていく。どうしますか？おっと、チェーンがないぞ！おっと、チェーンしなくていいのか？大丈夫か？これチェーンオン間に合わなかったか？これ。チェーンオン間に合わなかったんじゃない？これ。これね、結構ね、優先権的な問題で、そのチェーンオンにしておくと一応デステに一応打てるんですけど、これ超融合をかませるってことですよね、これね。つまり、いわゆる。これなんか何でもできそうだな。とりあえず超融合いくわ。超融合を発動して、トリフィオベルテムぶちかましに行っていいんじゃねえか、これ。トリフィオベルテムぶちかましに行って、これ超越融合まで打てたらワンキーになってくるな、これな。いや、これお前のモンスターとお前のモンスターと俺のモンスターで、あなたと私で超融合するわ。融合召喚！召喚条件は、フィールドの闇属性モンスター3体現れろ、プレターフランツ、トリフィオベルテム、つえつえバトルだ。ライフ、これ足りてる？あ、足りてるね。足りてるね。神ゲーだね。つえ超融合最強対戦、ありがとうございました。チェーンをオンにしておくことをおすすめするぜ、常にな。いや、何もないけど、オフルススコーピオとあのデスペアンが来てるのは普通に強いですね、これね。普通にハンドは割と強そうではあった。先行であれば開幕打ってデスペアン、あ、でもオフルススコーピオのコストねえな、このパターンの場合。まあでも別に楽に言うわるから別にそんな関係ねえか。楽に言うわるから別にアレベル出さなくていいな。ヒロライブ、ヒロライブ4000ライフかかって裏打たれるカード。はい、でエアーマン特集、あー強い。はい、どうぞ。いや、まああとは見守るだけですね。まあハンド的にはまあ悪くないんで、妨害めちゃくちゃ高い、4妨害5妨害みたいなあのデッキじゃなければ何度もなります。はい、でシャドウミスト OK。 とりあえず一旦ディアボリックガイを持ってこられていく。おっと、あまりにも強すぎるぞその動きは。まずいんじゃねえかそれは。世界終わりそう。でも言うてさ、ヒーローってそんな先行制圧してこないよね。多分なんか、まあ、まだあのエレメンタルヒーロー、ウェイクアップユアヒーローズみたいなやつがいないから、多分なんか1枚からあのダークロー デスティニーみたいなことできないんですよ、まあ、ダークローとかはまあワンチャン普通にそのマスクチェンジサーチからね動かれることはあるかもしれないけど、まあ、ダークローもなんかそこまでなんかルベリオン出せば、まあダークローなんか全然突破できるし、ラクイン融合でね、素材があの墓地に行かなかったとしても別にルベリオは除外ゾーンから回収してミラージュとか出せるんで、全然なんか大丈夫だと思うわ。ダークロー1枚止まるようなデッキじゃない、正直。イゾルデ、あ、全然違え、思ってたことと全然違った。なんだこれ、イゾルデからの剣道スピリット回転、やべえ、なんかヒーローデッキじゃねえこれ。これソリティアデッキやこれ。この動きするっていうことはソリティアデッキや。これなんだ、週末か、出たいや、割とソリティアお決まりムーブみたいなことされてる。やばい、これちょっと何起きんだろうこれ、わかんない。でサイレントブーツ効果で、サイレントマジック、サイレントマジックね、ファントムマジックトラップカードを手札に加えていく。なるほど、はいはい、なるほど。でここは一体全体何が起きるやつですか。承服と、アクセスコールとか、あ、別にこれ先行で出す人はあんま見たことないけどね。でアクセスコールトーカーで、リンク3分アップ5300、まあ、それも別にどうでもいいわ今は。シェーブリーいいでしょう。なんか5300アクセスごときはもう別に楽に融合さえ打てれば全然ね。ここからなんかだあれかな、あのダランベルシアンかなんか出すのかな、これなんかエレモンスター並べてるけど、レベル4の5体来るというま。エクシーズ召喚誰や、
やばい、これ何、流星の鬼脈これなんですか。自分の墓地の流星モンスターの種類によって打点アップと破壊耐性と相手はモンスターをセットできない。え、強、やば、超融合とかいう回答札見たけどなんか打てねえんだけどやばい、まさかのロンコミアント正規召喚来た、これロンコミアント正規召喚来た、これちょっと待ってくれちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、やばいぞ。いやこれ効果発動するのはいいが、モンスターセットすることさえもできないぞこれ。ゴシップシャドウじゃないって絶対これ。ロンコミアント禁止にしろよ。